はい、オルガンライフです。皆さん、数字1から始まった方がいいです。0から始まった方がいいです。これ普通なものだと1から始まる。ただ情報機器、コンピューター関係は始まりの行が1じゃなくて0。それなんで情報関係だと0なのか、計算が楽なんですよ。0始まりの方が計算が楽です。だったらどうして一般的なものが0始まりにならないのか。やっぱし周りからの反抗ですね。0で始まるのおかしいだろうって、始まりは1だろうってで反抗する。まあただそんなに反抗してる、こだわってるのに始まりが1であることの計算を間違えるんですよね。例えばエレベーターの到達の問題、1階から6階まで1秒で行きますっていう問題です。これ1階から6階移動距離にすると5階分なんですよね。ただそのことを考えないんですよ。だから間違えちゃう。もしこれが0階から始まってれば問題はないでしょう。それ今回の場合1階から6階ということは0にすれば0階から5階ということですからね。その場合移動距離5ですよ。5で間違いないです。だから0始まりにすると問題はない。計算上楽。ただ周りは反抗する。それ周りが反抗する割にこの1始まりについてのその計算の処理、それを知らない、不思議なんですよね。やたらこれじゃないといかんと言っといて、その計算方法の例外を知ってない、そういうところがあるんですよ。あと回数で言うと日本は1回から始まる、ただ海外だと0回からなんですよね。日本で言う1回は0、海外の1回は日本の2回、それ地下1回は日本と同じです。まあ数字で言うとマイナスですね。それ日本でいう1階を0にする。まあそうすると、地下をまたいだ計算が楽なんですよね。今2階にいる。そっから3階下る。2-3-1。実際地下1階なのか。そうなるんですよ。だから計算が変なんですよね。ただこれが、1階を0にしとけば、普通に数学のように計算できます。だから0で始まった方が計算が楽なんですよね。ただなぜか周りは1にこだわっちゃう、そういう不思議な現象があります。だから1で始まる数字、それは計算気をつけてください。ではバイバイ。